朝枝茂春1月1日から2000年10月14日は日本の陸軍軍人陸士45期陸大52期恩師最終階級は陸軍中佐第25軍の作戦参謀として知られる海軍歌士官であり日露戦役後に戦員をしていた朝枝進の長男として生まれる区学の末福岡県立文字中学校を卒業し 1929年4月に陸軍士官学校余下に入学する。入校生は東京陸軍幼年学校から来た者も,も含めて総員356名であった。余下では配属部隊が西吉尾、江藤慎富と共に不評第74連隊夫と決まる。その後の1931年9月末、半年間の大夫勤務を終えて本家へ入校する。 峰育久隊長、参謀本部の暴れ者の中で、陸士での成績について、次のように触れている。私の台譜の時の国育中隊長、佐藤大尉が、朝鮮の第74連隊から東京に出張してきたおり、自分の教え子の浅井田茂春の成績はどうなのだと、本家の私の区隊長のところに聞きに来たらしいんです。ところが、 戦術は同期生中一番だというので安心したらしい。それはいいんだが、後がまずい。走行がなんと石点だというんだ。それには佐藤大尉もびっくり行転したらしい。連帯長伝も、お前のことについては随分心配されておられるが、こんなことではダメじゃないかとこっぴどく説誘されて、とある。百三十三年七月、陸軍士官学校本科を卒業。 成績は皇族、皇族を除いて25番、335名という、好成績であった。参謀本部の暴れ者によると、浅田本人は、士官学校の成績は知らなかったようである。同年10月、不評少尉に任官した。1935年10月、不評注意に進級。南朝鮮で、第19師団と第20師団が対抗演習したとき、 創業からの演習で疲れた、浅枝中尉が昼の小休止に田んぼのあぜ道に腰を下ろしていたところを演習の審判官を務める石原幹事不評大佐から叱られたエピソードを紹介している。浅枝の馬が、汗だくで苦労して農民が作った稲を、お前は馬に食わすのか。そういう心がけじゃ、いかんと言ったという。このことは不思議と未だに、 頭の一群にこびりついて忘れられない、朝枝は、こう言って苦笑したという。陸士予家生と大夫を経て、陸大在学中の1938年3月に、不評退位に進級。1939年11月、陸軍大学校を3番、52名で卒業し、恩師の軍刀を排除した。1939年12月、 第一軍参謀ぶつけとなり日中戦争に出征。1940年6月、第一軍参謀に移り、1941年5月、台湾軍研究部員に転じ、同年8月から10月まで南方に出張。同年10月、陸軍少佐に進級、第25軍参謀として、太平洋戦争の開戦を迎えた。マレー作戦、シンガポールの戦いに参戦し、 辻正信参謀と共に、シンガポール下京粛清事件に関与した。1942年7月、関東軍参謀に移動。1943年12月から1944年2月まで、ソ連に出張。1944年3月、大本営参謀。その後、第14方面軍参謀を経て、再び大本営参謀。 1945年6月、同期一選抜の一人として中佐に進級。同年8月、大本営参謀として、満州へ出張中に敗戦を迎えた。この時、浅枝参謀は、関東軍防衛給水部の部隊長、石井志郎軍医中将に研究資料の廃棄を指示している。共同通信社社会部編、沈黙のファイルには、その時の浅枝、 石井のやりとりが載っている。浅井田、浅井田中佐は参謀総長に代わって指示いたします。木部隊の今後の措置について申し上げます。地球上から永遠に木部隊の一切の証拠を根こそぎ隠滅してください。浅井田、最近学の博士は何人ですか石井。53人。浅井田、53人は木部隊の飛行機で日本に逃がし、一般部隊員は 列車で引き上げさせてください、石井。わかった。すぐ取りかかるから安心してくれたまえ、石井は、自分の飛行機へ数歩、歩いて立ち止まり、思い直したように引き返してきた。石井ところで、浅井田君貴重な研究成果の学術資料もすべて、隠滅するのかね、浅井田。何をおっしゃいますか閣下。根こそぎ焼き捨ててください。その後、浅井田は、ソ連軍に捕まり、 1949年8月に復員している。1954年1月27日、中日ソ連大使館のラストボロフ二等書記官がアメリカに政治亡命するラストボロフ事件が発生。ラストボロフはソ連の日本における諜報活動の元締めであり、同年8月にアメリカはラストボロフの自白により、日本でのソ連の諜報活動の一端を発表した。 このニュースが日本の新聞に掲載された際に、浅井イだと C ・正治が自分はラストゴロフに協力していたとして警視庁に自首している。戦後は木下参照で勤務した。井出マゴ六町、終わりなき旅に掲載のインタビューで満毛開拓に関して聞かれ、満州で日本人のやったことは強盗と同じことです。強盗の子をとって残留孤児の養父母たちは、 今日まで養ってくれたのです。残留孤児問題を中曽根康弘首相は全力を挙げて解決しなければいけませんと語っている。ありがとうございます。